まさかここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び刀死人衆の前任者たちだ。ザブザと吐く。あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザと吐くが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び刀七人衆を一気に殲滅するぞ。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい。七人衆、なかなかの相手だ。だが俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。息を合わせて。また呼んでください。叫びの人に気をつけろ。本当カブトマリはどんなガードも叩き潰す。なかなかのやり方よ。これは注意する。スーパーの技術は爪肌を持ってる。だが注意が怠るな。こいつは刀を持っていない。断殺の作戦か。むなし陣八は圧倒手術を使う。不用意に飛び込むなよ。爆発の実績が書いてある。爆発に注意しろってことも。爆発力とんでもないので、応援に近づくのは爆発じゃないけど、これしかない。そいつはホオズキ満月。人種の中でも特に危険な男だ。アサッチャーズ。もうちょっと待たせ。呼んでください。息を合わせて。また呼んでください。アサッチャーズ。激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は。カカシ先生、